Oh. とっておき。こうならやるわけだ。ほら。
りゃ。こいつで。よし。かかってこいよ。逃げるなら今のうちだぞ。見てなさい。ほら、来いよ。どうするかね。やってやる。強くなった気がするぜ。また強くなっちまったか。またいい女になっちゃった。ありがとな。そう、お前、泣き言言っても遅いで見てんのか。よし、行くぞ。やってやるぞ。やってみろ。見せてやるよ。ほら、来いよ。どうするかね。行くぞ。何やら。
ってみろ。俺の番ね。見てろよ。舐めないでくれる？あんた、この前の監督が全部ゲロったよ。え？もうすぐ記事になってあんたへの風評被害も終わる。これで球界復帰できるな。よかったじゃねえか。いや、あれはやはり俺が悪いんだ。プロの選手にも戻るつもりはない。なんでそこまで意固地になるんだよ。確かに監督に指示されたのは事実だ。だがそれを断れず実行したのは俺自身だ。監督が何を言おうと俺が実行しなければ事件は起こらなかった。野球ってのは神聖なものだ。俺は野球を裏切った。世間がどう言おうが俺に野球をやる資格はない。花山という素晴らしい選手を潰してしまった俺なんかにな。おいおい、人を勝手に潰れたなんて言わないでくれよ。あ、花山相変わらずの頑固者だな安西。花山、本当に申し訳ない。安西、俺はお前の大切な野球を奪ってどれだけお前が野球を好きか知ってるはずなのに、本当にすまなかった。だからさ、勝手に人を過去の人みたいに言うなよ。俺は潰れてもいねえし、お前に野球を奪われてなんかいねえぞ。確かにまだ痛いけどよ、俺は絶対にこの怪我治してまた球場に戻ってみせる。俺が治らねえとファンも悲しむし、大事な友達もずっと暗い顔したままになっちまうからな。花山、お前が戻るのか戻らないのか、それはお前が決めればいい。だが一つだけ覚えておいてくれ。俺は復帰したグラウンドにお前がいてほしいと思ってるってこと。花山、うじうじしてても償いにならないぜ。償いたいならプレーで償いよ。お前は野球選手なんだから。ほら顔を上げろよ安西、気にすんなって。また野球やろうぜ、一緒にまた這い上がろう。なんでお前は俺なんかを許してくれるんだ。だって俺たち友達だろ。花山、
ありがとう。最近累戦が緩いぜ。そんなにモテねえって、もう1個か2個にしてくれよ。甘えたこと言ってんじゃねえぞ。ほら、しっかりモテ。そこの女、ここの作業には慣れたか？はい。現場監督が褒めてたぞ。今度食事にでも誘ってくれるんじゃねえか？はい、楽しみにしています。はあ、あ、ど、お、お、ちょっと、ちょっと、これ、もう無理。うわっ、すまねえ。バカ野郎、何をやってる。すみません、すぐに片付けます。やばい、どこ行った。お前、どうやって
てこれを持ってきた。ね、いや、さあ、金が勝手に歩いてここまで来たっていうのか。ああ、ふん、まあいい。おい、この日本人4人は泥棒だ。会社の金を盗む気だ。お前らの給料も盗まれるところだったんだぞ。この4人は許しちゃおけねえ。東シナ海のサメの餌にしてやれ。何者だ。さっきの金を俺に渡せ。何、一枚だけでいい、よこせ。てめえら強盗じゃねえみてえだな。おい、緊急状況、要緊急状況。なんだ。
逃げろ爆発するぞ。逃げるぞ。なんだ、ここは。やっとお目覚めか。遅えよ。ナンバーどこだ。いや、一番落ち着け。てめえこら、俺たちをどうしようってんだ。だからまず落ち着けって。はあ、あんたまで何をのんきなこと言ってんだ。俺らはさ、お前の目が覚めんのを待ってたの。もう全員自己紹介も終わってるから。そういうこと。はあ、じゃ始めるか。始めるって、ちょっと待てよ。あんた誰だよ。俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。カスが。ご存知で、あんた誰。ラオマだ。ラオマ。じゃあお前がマブチ。じゃあ改めて始めるぜ。いくつか質問に答えろ。野々宮を。ああ、乙姫ランドの店長、あの人なんで殺した。なんでだ。俺は忙しいんでな。この場で質問できるのは俺だけだ。言うこと聞けないなら仲間を順番にぶっ殺す。か。よし、録画を始めろ。はい。何始めんだい。お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか。お前は青龍会の人間だな。は？ちげえよ。その割には立派なもん背負ってるじゃねえか。それで仇とは言わねえだろう。ああ、そこまでズズしかねえ。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。なんでだ。人民元なんざ日本で使えねえぞ。偽札だろ、それ。ほう、なんでそう思う。見たんだよ、事務所になかったはずの金が急にピン札で現れたの。食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもな。なるほど、偽札だと承知の上で人民元を盗むつもりだったわけだ。で、盗んでどうするつもりだった。あんたの悪事の尻尾を掴んだんだ。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる、そのつもりだったさ。そうか。一番。
お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。はっ、クソが。答えろ。その話まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあどうだかね。答えろ。仲間を見殺しにする気か。ちっ、まだ誰にも話しちゃいねえよ。そりゃよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ、さっさとしろ。お前は俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか。ああそうだ。いいね、その言葉バッチリだぜ。バッチリ。なんだよ。そからしのぎに首突っ込んでくるとはな。そいつはご法度のはずだぜ。なあ青龍会さん。だから俺らは青龍会じゃ。やめとけ。まんまとやられたのかもな。え、やられたって。異人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが青龍会はそいつを破った。そいつはつまり半貧龍万上の宣戦布告だ。はあ、カメラ止めろ。おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は青龍会なんかじゃ。いい芝居いただいたぜ。仕上がりが楽しみだ。何？そうだな。じゃあいい芝居した褒美に一つ教えてやろう。はあ？野々宮をやったのは俺だ。やっぱりてめえか！今撮った映像、倉庫の防犯映像とつないでメンバーに送っとけ。青龍会が仕掛けてきた証拠だってな。はい。お前らには礼を言う。はあ？最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日おかげで花が咲くまでにしてくれた。おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。無駄だぜ春日。はあ、マウチは青龍会相手に戦争を始めてんだ。青龍会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。戦争？なんでそんなことを。さあな。ただ問題は青龍会が龍門に抗争を吹っかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして？さっきのビデオを使う気みたいだな。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ、喧嘩の口実にならねえだろう。だが真淵は青龍会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろ。それに撮影してる時に見せた真淵の笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。何を企んでやがるのか。あの野郎。少なくとも真淵はこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。なあ、その話後でよかねえか。見張りのいねえうちになんとかここを脱出しねえと。はあ、確かにそうだ。なあ、
ねえ。誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたら随分気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。なんだ。見た顔だぜ。ええ、倉庫にいた連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破、物も全部吹っ飛んだ。その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ？ああ、お前らの死体を切り刻んで青龍会に送りつけてやる。ラオマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせんのがうまい人だ。そりゃいい上下関係だね。おめでとうさ。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが、悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。痛いか？怖いか？いい顔だ。ずっと見てたいぜ。やめなさいよ変態。お前は後回しだ。後でじっゆっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんな、このド変態。おめえ言葉をありがとうよ。てことでまずは前菜で。ジジイからだ。いえ、実はラオマーからちょっと申し使ったことがありまして。え？申し使ったって？おい、ラオマーが何だって？なんで鎖外してんだ？私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。え？てめえ待て！誰だ！
命の恩人が現るってとこか。あ、残念ながら俺の悪運もまだ尽きちゃいねえな。誰なんだあいつは。知らねえよ。ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。な、ちょっと何のんきに話してんの。ごめん、わりわり。今助けるからよ。よし行け一番。お願い頑張って。よし。てこの野郎、ざけんな。てめえみたいなの逃がすか。やってやるぜ。よし行くぞ。かかってこいよ。見せてやるよ。行くぜ。強くなっ。そうか。え？ああ、開けてみるか。開いたぜ。